このシーン注目すべきはですね、絶望感とあと寒そうなんですよね。このシーンでエルザはまだ寒いんですよ。この後実はエルザはマントを脱ぎ捨ててですね、どん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 寒く感じなくなっていくんですね。人間であって寒さを感じるエルザが少しも寒くないわと雪山の中で言う存在になっていく。つまりモンスターになっていく過程っていうのを書いてるんですよ。エルザの変身っていうのが子供に怖くないように美しく書いてるところが、まあ、ディズニーのこう上手いところなんですけど、その手袋っていうのはエルザの魔法を封印する装置なんですけども、自分から外すシーンなんですね。でエルザはここから自分の力がどれぐらいあるのか、自分の魔法力がどれぐらいあるのか試し始めます。もうどうだっていい、本当にどうでもいい、どうせもう元には戻らないって言いながら雪だるまを作ってるんですね。この雪だるまがですね、後で命を持って動き出すんですよ。命を持って動き出すということは、なんかね、エルザが笑いながら雪だるま作ってるからまるでいいことしてるみたいに見えるんですけども、キリスト教文化圏では物を作ってそれに命を与えて動き出すというのはもう明らかに魔女であり悪魔の所業なんですね。それをしてて、だん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 彼女がダークサイドの方へ行っているって話に表現は進んでいきました。